はい、皆さんこんにちは。はい、恒例のね、スダピョングランプリ、はい、もう早いもんで第7戦になりました。もう折り返しですか。はい、まあメンバーはいつものインフィニティ三浦さん、はい、インフィニティの原くん、レディオガーの高橋さん、はい、インフィニティの祖父江昭夫さん、はい、で僕スダピョンの5人で、はい、はい、場所もねいつもの IFS なんですが、はい、まあまた今日いい天気でね、いいスダピョングランプリ日和ということで。そうですね、梅雨にぴったり。雨のスダピョン。もう梅雨始まっちゃいましたねこれね、はい、はい。ちなみに原さんは雨得意ですか。いや、まずほぼやったことがないんだ。ないってないんですけど、ただバギーのレースだと、まあ、多少降ってもやるっていうのはあるんで、まあ、ドローンコの中でやったことはありますけど。ああ、祖父江君は。僕ですか。いい思い出がありますよ、ここで。何回かやってるね、そういえばね。覚えてます。ああ、あったあった。ミラク濃厚ね、濃厚ね、濃厚ではこうやってるんですよ。まあね、スダピョングラブで1回ね、雨の中やってるんで、まあみんな慣れてはいる。1年ぶりぐらいだね、ちょうど。結構前だね、去年の今頃かもしれない、ね、はい。で、まあ一応車はね、はい、 HPI のミニトロフィーに一応防水ブラシレスアンプとモーターを積んで、受信機もケースに入れてきたので多分大丈夫だと思いますけど、はい、まあ残んでたら終了ということで、はい、じゃあまあそんな感じで第何戦いきますか。行っちゃっていいですか。まあまあ早いです。あとね 4000kv くらいなんでそこそこ早いはず。何せ走ったことがないのでよくわからないくらいな感じです。はい、じゃあまあなんとなくね、ノーコン出るまでやるということで、はい、じゃあ7戦よろしくお願いします。お願いします。じゃあ1回これで止めるんで、はい、じゃあこれの出走順じゃんけんです。はい、最初はグーじゃんけんぽい。おお、あきおちゃん珍しいんじゃない。初めて1回目が出る。最初はグーじゃんけんぽい。はい、これでしょ。最初はグーじゃんけんぽい。アキオさんまた負けました。本当ですか。僕初めて勝ち切りだから。じゃあまず僕からですね。おお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 お用途ではちょっと残しておかないと。なあ、僕いいですか。はい、2なんで結構やっぱせこいんだね。ジャンケン走っていく。次俺、うん、俺何番にしようの。2と4、俺3で。じゃあどうですか。じゃあどうせだ。どうですか。5。あ、最後いった。じゃあトップが、あ、原さんからで、はい、圧倒的じゃんけんの弱さ。雨強くなってきた、ね、じゃあなんか雨足が、最初がいいよ、雨だ。いや、俺はそれを思ったんだから。僕なんで2番にしたかというと、俺の時にはパワーがなくてもう終わってるかもしれないと連絡したから。普通だって水没してる。水没してる、川ですね、完全に。はい、ちょっとね、圧倒さん回せる大変ですね、なんか。今回はルールがあります。はい、ちゃんと転んだら自分で行きましょう。あ、今日が行くと、うん、転んだら今日が行く。はい、転んだら僕が行く。社長命令が出たので。じゃあちょっとね、雨が強くなってきましたが、はい、まあこれはこれで面白そうなので、練習一周、一応一周やりましょうか。なしで、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 了解です。じゃあそういうことでぶっつけということで、はい、じゃあちょっとね、お立ち合い頑張ってね、走っていきましょう、濡れんように。めっちゃ塗ってます。これいけ。ここまで雨の音がしてるのも初めてでしたよね。雨だと上がんないからね。じゃあ、はい、あっちからスタートしてスタートラインでスタートですか。そうですよね。はい、豪雨のスダピョングランプリ第7戦。川、はい、ですね。俺すごい路面コンディションだな。水溜まりは不可避ですね。まあ原くんなら大丈夫でしょう。はい、トップ原さんです。早いですね。早い、前のやつ遅いから。
無印みたいな、かっこいい。かっこいい。あ、スケバーがね。あーサブロス出た。川だ。これでもあれだね、やっぱ一番最初まず見たね、このロス。僕ら一応見ちゃうから、ね。あ、でもうまい、うまい。うまい、うまい。でも水が溜まってどんどん重くなっていっちゃうね、全部。すごいよね。IFS 川で切るんだね。できるよ。あ、でもうまい。すごい。あ、この辺うまくまとめました。あ、これ、あ、うまい、うまい、うまい。あやばいよ、今のところ47秒85。これが47秒85。これ笑ってられるかな。これは無理だね、一回ね。やばい、続いたらですか。秋尾さん、秋尾さんですね。あ、秋尾美味しいところ持ってるね。いや、2番にしたかなと思って。秋尾さんうまいんだよね、でもね。はい、いきますよ、いいですか。はい、2番手、祖父江くんです。今の走りを見た上の足尾だからね。いや、思いのほかね、はい、結構大変なことが。いやー、すごかった、すごかった。あら、神経ですよ。あ、お気に入ってるね。おいおいおい、あ、でも避けたのが早いのかも。おお。おおすいません、攻めれないです。練習なしだからね、なんか これでもグリップを感じれるのは不思議なんだよね、ラジオね。おーい、あーあー、平田くん、平田でストップしたり、ストップな感じ。あー今ストップしたり、45秒いった。結構かかったね。だって完全にコンプでしょ。じゃあ僕から次、じゃあ高橋さんちょっとカメラお願いします。秋尾さん、今回これ最初の振りですよ、これ。そうですね。ちなみにあそこでブレーキしてないですからね。全開でしたからね。完全に一時停止したからね、あれ。はい、それではスタピオン。スタピオンスタート。スタピオン走り切れるかな？走り切れるかな？すごいよ、でもこの雨の中走れるんだ。いや、そうだね。さあ、おお、あ、これいいよ、いいよ。あ、うまく避けた。いや、しかも結構早い。早い、早い。しかも結構早い。うまく、あれ、あれ、あれ、このまま行っちゃうんじゃないの、もう。これは勝つね、久々に。悪くない。早い。早い、早い。あ、もうこれも勝手に避けられた。あらららららら。ここだね。まかない、まかない。あらら。これ。はい。これは優勝しちゃうかもしれないね。一応覚えたらでかいな。それでも秋元さんと5秒ぐらいしか変わんないんだね。あ、5秒ね。うん。あ、俺か。あと車が重くなってきたんですかね、ちょっとずつ。水が入ってる、ね。水が入って。よく走ってるね、これ。須田さんやるじゃないですか。やった。あ、プロよりちょっとだいぶ早いね。はい、はい、はい、高さん。はい、3、2、1、スタート。おお。ウェットラインですね、ウェットライン。おお、これ出走時まで、あー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 やっちまった、やっちまった、よく出しちゃった。これはもうスナピオ独走。皆さんが普通に終わるとは思えないからね。絶対に。やった、勝ってしまうかもしれない。あ、いいぞ。おお。42秒76。とりあえず、とりあえず、そのまあ。はいはいはい。はい。最終三浦くんです。最終走者。三浦君がただで終わるわけないからね。秋元さんちょっと多分、上に行くの食べたいんです。
はい、最終走者。さあ、皆さんらしさを出してください。社長です。ただじゃ終わらないですか。終わんね、終わんね。落ち着いてくれるから、多分。おー、あの方、覚えてますでしょうね。あどっぷり使ってしまった。どっぷり使ってしまった。思ったよりやっぱ入るもんじゃない。入るもん。だからもう完全天井埋まったもんだって。これ秋夫さん、マーシャルの出番もあるかもしれない。そうですね。おーかっこいい。あれも2番の場所覚えてる。あれスタジオ勝っちゃったんじゃないこれ。俺勝っちゃったかな。もう一回いいですよ。41秒74。おお、意外に早かったね。あれで41秒74。早い。ってことは須田でも須田さん。そうだね。はい、というわけで、はい、なんと優勝勝ってしまいました。しかも圧倒的ですね。圧倒的はね、圧倒的。おめでとうございます。で、2位は三浦さん、うん、で、3位が高橋さん、はい、で、4位秋代、はい、これ、これほぼ出走じゃん。もう一回やっぱ逆やったよね。逆やるしかないね、これは、ね、いけそうだね。まあ、設置感は分かったからね。じゃあ、僕からいきますよ、はい、いやー、一回優勝してめっちゃ嬉しいです。俺は設置感とかラインは分かったから、うんね、ライン重要だねこれ。だいぶ重要。川を避けただけですから僕。これを見据えた上の原さんはすごいですよね。いきますよ。はい、はい、原くんです。ここが怖い。おお、すごい。あ、いい、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 あ、うまい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 。あと左ですからね。あ、そうね。ここね。ここね。ここよ、ここ。ああ、うまい、うまい、うまい。おお。大丈夫。すごい。おお。おお。危ない。ドリフトした。これ結構さすがに勝ちに来てますね。いつものやつ。はい。39秒73。おお、40秒切ってきた。さすが。これはちょっと最下位だな。そうですね。ないかな。次、はい、次、秋代先生。はい、はい、どうぞ。さすが。いやー、まさか。さすがはプロが巻き返してきたね。素晴らしい。いきますよ。はい、はい、3、2、1、スタート。よい。おお、ロール立ってる。ロールカッターで立ってる。これだと今日はスピン1回まだチャンスがあるんで。おーい、前でトップスロー。あーもう耐えたんだ。どうしようもない。顔をいかに怖いと。やっとスロー。あそこね、41.8秒。そんなに遅くないね。原くんの2秒字ぐらい。はい、次あれ高橋さん。あ、僕、はい、あ、僕か、うん、はい、はい、鳴らすじゃん。ありがとうございます。そうか、今日もこれで終わりか。逆は逆で難しさだよね。3、2、1、スタート。はい、高橋さんスタート。おーい、かわいい。危ない、危ない。危ない。よけた、よけた。よけた。遠回りしてまでよけませんよ。しかもあのインに寄らない。40秒35。ああ、
原さんだいぶ早かったんですか。原くん早かったね。序盤が遅くてもね、せこすぎた。いや、やっぱり原さんうまい。はい、社長です。社長、社長走り逃げました。いいですか、あの距離あって。大丈夫です、あの距離あって。はい、加速の。もう行きますよ。3、2、1、スタート。おお、すごい、すごい。おお、速度の速度の速度が速い。これは速い。ここまでめっちゃ速い。ここまで多分ね、トップだわ、間違いない。うん、で、皆さん加速のうまいんだよ、いつも必ず。でもあれですね、あの、逆回りグッドってなってきた。あ、速い、速いわ。真剣ですね。あれも勝ち来てるね。勝ち来てるわ。あ、来てる。ラインも完璧。ああ、でも大丈夫。これ勝ち狙ってますね。狙ってる、狙ってる、狙ってる、完全狙ってる。これは30秒台見えてきたね。見えるね。あ、見えますね、見えますね。これは、これは、わっ、38秒。おー、38秒いくつ。91です。速い。原くん抜いたんだね、これね。これは早いなぁ。はい、僕、あ、最終だ。じゃあ、高橋さん、お願いします。あ、わかりました。はい。じゃあ、須田さん、2連覇。え、2連覇できるか、それとも。俺が、うん、最近、落ち要因になってるから、ね、うん、大体の動画で。しかも、いますね、最後だから。落ちとしたら完璧です。もう、ラインはもうできたよね。出来上がってるよね。ラインはもう見えたんで。はい、じゃあ、行きますよ。はい。3、2、1、ラジオスタート。お、いや、うまい、いいよ、いいよ。うん、悪くない、悪くないね、ここまで遅くないね。若干三輪さんの方が車2台分ぐらい速いかな。見える、おお、いや、いいと思う。これ結構いい勝負だよ、でも悪くない。あー、やっちゃったやっちまった。ああ。まあ。でもそこまで遅くないと思うよね。42秒。ああ。まだね。残念でしたね。いや。ということで、はい、1位は？1位は三浦さん。あららら、三浦さん。社長。さすがですね。久しぶりじゃないですか。久しぶりじゃないですか。そうだね。じゃ毎回雨にしようか。雨は僕ですね。そうですね。はい。4位は僕です。はい。さあ、あれで何？俺最後ドベだった。そうですよ。1位とドベ。はい、甘くないですよ。スタジオグランプリは。2回目はみんなでライン見てね、見せらなくなった。いやー、でもまあ。なんとかノーコン出ずに、ね、あ、そうですね、素晴らしい、素晴らしい、これは面白かった。これだったらレースができるってできるね。なかなかなんか、あの、川の位置を覚えてラインを読むって感じ、うん、あんまりやる機会ないです、うん、川が大事だったあれはラインでしたわ、本当に。いや、面白かったな。いや、でもまあ、やっぱ俺が早かったりだから。え、俺ら、俺ら、なんすかそれ。おじさん、ちょっと見てたけどね。ああ、そうか。僕は何も言えないんだと、今回は。まあ、一回結構ぶっちぎりで勝ったんで、結構、もう自慢して。わかりました。わかりました。はい。じゃあ、はい、高橋さんもまあ、まあまあ頑張ったんですよね。3位、3位で。一番面白くないいやー、ちょっと今日ね、まあどうしたもんかと思いましたけど、意外にやれて、面白かったし、僕もね、一回トップでめっちゃ気持ちいいんで、またプロの2人ね、リベンジの機会を待ってます。チャンスを与えていただいてまた雨の日にやりましょう。雨の日ね、勝負するか。雨の日にいいですよ。その時はでもカッパ着てマーシャルの準備しなきゃなんです。何ちゃんと準備バントなんです。いや、そういうことでちょっとね、はい、雨で急遽開催でしたけど、面白かったんで、第7戦ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。いや、水の抵抗すげえな。自分でブレーキするように止まってましたからね。このまま止まっちゃうのかと思ったの。あーと思って、あ、帰ってきた。まあ、たまにやるウエットラジコ面白いね、うん、これをね、
あ、水を滴ってるね。これあれなんだっけ、この間言ったワーゲンです。あれの洗ってる感じだね。タイヤ綺麗になったでしょ。タイヤ綺麗になった。いやー、なかなか面白かったな。水玉量以下に攻略するから、ね。本当だね。いやー、まあまた雨降ったらね、やりましょう。これ雨で強いよ。はい。そんなこと言っちゃっていいの？だって濃厚なのも濃厚と価値あってる。はい、そんな感じでスラピオングランプリ第7戦、豪雨の中やりましたが意外に面白かったです。川がすごいね、本当に。いや川なぁ、 IFS の川は結構深いことが分かりました。はい、以上第7戦でした。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。